プロゴルファーの奥山です。今回は肩甲骨のストレッチ第2弾になります。テイクバックの、可動域を増やすために肩甲骨のストレッチをしましょう。前回は、手を内旋させた肩甲骨のストレッチを紹介しましたが、今回は手を外旋させたストレッチを紹介したいと思います。まず肩甲骨をストレッチする前に肩甲骨をほぐす運動をしましょう。これから肩甲骨をほぐす運動をします。まず手をまっすぐにして肘を持ちます。そして肩甲骨を前後に動かします。こうすることにより肩甲骨がほぐれてストレッチがしやすくなります。ここで肘を持たないでやると腕が曲がってしまうので、そうすると肩甲骨が動きません。ですのでしっかり肘を持って前後に動かしましょう。それでは肩甲骨のストレッチを始めます。手を外旋させます。そして親指を前にして肋骨を持ちます。そして肘を持つのですが、ほとんどの方は、肘を持つのがやっとかもしれません。肘を持つのがやっとの人はこのストレッチから始めましょう。肘を持てるようになった人はこの肘を前に持っていきます。そうすることによって肩甲骨がストレッチされます。前回も言いましたが、ちゃんと、肘を前に持ってくるのであって、体をひねるわけではありません。体をひねっていては、肩甲骨が伸びないので、体は正面にして肘だけを前に持っていきましょう。横から見るとこういう形になります。片方ずつストレッチができるようになった人は上級者編です。両方の肘を前に持ってきて両膝で縮めてあげます。このようにしてあげるとしっかりとストレッチされますので、ぜひ試してみてください。